簡単にバンドのご紹介をいただけますか。お願いします。いや、どうぞどうぞ。はい、まあ、名前はちょっとこうややこしいんですけれど、まあ、僕らバイオリン2人で、はい、何ができるかなという挑戦なんですね。そうですね、僕はまあ、音楽を作るのが好きなんでね、僕の作ったヘンチクリなものを、この人が反応して作品にしてくれるような、ところがありまして、それでこうズブズブハマっていったっていうところがあります。まあ、見てる方の人もこうバイオリンのイメージをこう、どっちにしろ少し変えることができればいいんじゃないかなっていう気もしたり、こういう音楽があってもいいんじゃないかって、思っていただけたらいいかなとか。すみません、なんか無駄に長くなって。いやとんでもないです。こんな真面目なことを言うとは思ってなかったです。いやいや、もうすごい面白いことを言うと思ったのに。いや、だって真面目じゃん。真面目ですね、今日は。いや、根が真面目なんで、緊張してます。ない、あんまり冗談とか言わないタイプなんですよ。真面目な僕たちです。They both trained violinists, but they're trying to change the image of the violin. So, 最初にお届けするのが、着火せよが先ですね。はい。クリスマスバージョンで撮っていただきました。今回特別の、はい、クリスマスバージョンでお届けします。お願いします。どうぞ。着火せよクリスマスバージョン。
気が立ってましたね。よかった。バイオリンの弾き語りをほぼ見ることがないから新鮮ですね。新鮮ですか。はい、ありがとうございます。We haven't seen that violin. こんなバイオリンの、ね、弾き語りの量ってね、ないですからね、あんまり、ね、うん、まあ、はい、とりあえず珍しいことをやっておいた方が何がといいんじゃないかって。珍しいそうじゃないとね。そうじゃないとね、うん、ただ下手なだけっていう感じになっちゃうとちょっとこうなかなか難しいですよ。はい、今結成してどのぐらいですか。結構結成したの来るんですよ。2010年ぐらいですね。They've been together for a long time. Wow, so 10 years together. That's amazing. 当初から弾き語りの感じで。まあ弾き語りとか、あとはあのバイオリン日本でこうカバーとかやるときはあのインストでやることもありますけど、まあ基本的にこんなあの感じでの面白い人がいるので、これを見て使わない手はないかなと思って。歌、アトムさんの歌で、やってるのが多いですね。まあね、あの色をつけていただければ、この、まあ、一人でこう、キーキーやってるよりは、なんかこう、いいかなとか、音楽のいろんな知識があるから、まあ、それをこう、注入していただけると、若干、聴いてくれる人が増えるんじゃないかとか。まあ、そんな目論みも僕の中でもあったりして、続けてますちょこちょこと技術を入れつつでしたもんね。あ、本当に弾けるんだって感じでしたもんね。ね、はい、意外と弾けるんですよ。 Great techniques here and there. The showing off here and there. ね、すごくかっこいい、ね、すごいよかった。すっごい声が出ましたよ。出ました。あんま言われたことない、ね、言われたことないんだよ ね、うん、ね、かっこ悪いってはよく言われるんですけど、はい、よかったです。なかなかお目が高い。You have good eyes. So we have one more song. そしてもう一つはこれはいや、多分即興ですかね。はい、まあそうですね、あの即興というか、あの一応あの制限時間4分って決めてやってます。はい、あのクリスマスの曲です。真面目にやってます。クリスマスソング。 They set the time for 4 minutes. いいね。はい、はい、僕たちのクリスマスです。クリスマス Here we go. すごい頑張りましたよ。年末ですね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 。年末。年末といえばクリスマス。はあ、はあ、クリスマス。クリスマスが何の日か知ってる？まあまあクリスマスといえばね、それはまあみんなでケーキ食べたりね、伝統一致。違う違う、それはあんたの予定やろ。うん、あんたの予定じゃん。それはそうです。クリスマスが本来どういう日だ？あ、日にちね、12月25日ね、それはあれでしょ、あのキリストの誕生日です。古い。古い。古い。おう、それ古い。古い。今は、ミトラ教のお祭りや、クリスマスは。ミトラ教のお祭り。ミトラ教のお祭り。あ、それは知りませんでした。スス勉強になりますわ。待っといて。ミトラ教ってどういう教ですの？タイマー持ってる。あ、タイマー。4分。タイマー持ってますよ。4分。4分。4分ね、はいはいはい。4分かけて。4分かけました。はい、タイマー4分。はい、OK です。行ってみよう。ちっちゃちちゃ。ちゃちちゃち。ミトラ教は。ちっちゃちちゃ。いや、ちゃちちゃち。ちゃちちゃちじゃなくて。ちゃちちゃ。ちゃちちゃちゃち。ミトラ教、ミトラ教と思うんだけど。ちっちゃちちゃ。ちゃちちゃち。Peace.
So wondering what happened to Mithraism. So, Mithra 教っていうのは何ですかと聞いています。なんか陰謀論っていうのを YouTube でこう結構あるんですけどね。その中に時々出てくる昔の宗教みたいです。別に悪いもんではないようですが、正直言うと私も大して名前を聞いただけぐらいのところで、まあ、そうなんですよ。でも彼はこう見えて敬虔なクリスチャンですから。あ、そうなんですね。いや、そんなこと、いや、そんな謙遜じゃなくていいですよ。まあ、神様はいるのかぐらいのクリスチャンです。すいません。じゃあレベルがそこはいるって言わないとクリスチャンとしてはいけないじゃないですか。でもあなたはいないと言ったから。あ、僕はね、僕は無神道で、いないよりはいるに近いクリスチャンだね。はい。サタンさんはクリスチャン who's mildly believe in the existence of God。 だからそしたクリスチャンから運動いいだめですね。マイルドでいいね。すごくいいと思います。クリスチャンにもね、いろいろいます。いろいろいますもんね。そう、
こういう音楽が好きな人はどこかで CD を買えるんですか？あ、いい。はい。実はですね、こちらの CD はまだちょっとないんですが、はい、うちらの、このバイオリンのデュオで、はい、女性ボーカルのこうプロデュースをしたりとかもしたりするんですよ。で、その中からできたそのユニットがありまして、諦めのない世界という、名前の、ユニットを組んでおります。お、で、CD ですね。この CD のジャケットに写ってる方が、まあ、なかなかあのエロいお姉さんなんですが、はい、この方を、中心にして、うちら二人でバックアップしてるという CD です。で、これが、今、絶賛発売中でございます。So they're producing this sexy lady vocalist and they're working together and they released that CD. Ah, いいね。And we have the promotional video too. We do. So, たまたまプロモーション映像を入手いたしましたので。And this link, just in case everyone you want to find. そちら今下に出ているリンクが CD を買えるワールドデスクさん。はい。はい。です。通販でも買えますし、直接お店でも売ってます。あ、直接の店舗もあるんですね。はい、そうですね。So they have the shop or online shopping. So get yourselves over to this link and pick up their CD, and we're going to run a promo so you can see what you're in for. 今プロモーション映像を流しましょう。はい。あ、ありがとうございます。Here we go. どうぞ。これは私と人形たちのお話です。これは結構真面目でしょ。これも全部書いてるんですか、お二人で。はい、僕は彼が書いて。Oh, they're making their songs. すごいね。全然違うのも書くんですね。僕らの歌より若干親しみやすいかなっていう、あの女性のこう美しい声の方がなんかいいんじゃないかなと思うことが時々あって、それを、ね、はい、実現させたという。ちょっと昭和歌謡みたいな感じもするし、ニックスみたいな感じもあるし、昭和のこう結構エロも、うんうん、エロ歌謡っていうジャンルがありまして、まあ、そういうのを目指してやってますね。いや、好きな人多いと思う。うん、そうかな。いいと思います。ありがとうございます。
今のが人形の照明、諦めのない世界ですね。はい、よろしくお願いします。